マリ、あの、今でもやっぱり一番好きなマリゲームはファミコンのスーパーマリオって言うんですよ。それはその本当に、まあ、小学生の頃、本当にそのもちろんその64のマリオとかも遊びましたけど、 3D は 3D でちょっと別の遊び方なので、もう今回のような 2D のマリオの方が、もう僕の中ではもう本当にマリオらしいマリオ。今回マリオメーカーでちょっと変わったステージを作りました。まあちょっとあのシューティングのような、まあなんでしょう、マリオにはあんまなかったようなステージになってると思いますので、まあ、ぜひ、まあかなりかなり意識しました。やっぱりせっかくこういう機会があって自分のゲーム作るっていうのであれば、まあ、普通のマリオではどちらかというとちょっと特殊なステージっていうのをちょっと作りたいと思って作りました。当たり判定自体は乗り物にはほとんどないんですよね。あれ、あの敵はちゃんと自分のいる位置にしか当たらないのが、ちょっとやってて分かってくると気持ちいいかなと思います。ね、必ずじゃないけど飲みます。やっぱり家でね、飲みながら作るっていうのがやっぱり、なんかそうは言ってもそんなにね、あの研究して作ったステージではないんで、ちょっと変わったステージを作りたいなと思って作ったものであると。だからその本来マリオの楽しい、マリオとして楽しいはずのジャンプとかを一切排除したあのそういうステージになってますので、特殊なちょっと変わり出物を見たいなって感じで見てもらえるといいかなと思います。